Climax Radio. Climax Special Guest this week in Shumer Radio. Welcome to the show. This is your station. I am Shum Presents. Climax Radio. Yo, what's up, ladies and gentlemen, boys and girls? How you doing? My name is R.M. Shun from Climax Radio right now. Welcome to a brand new episode of Climax Radio. さあ、Climax Radio 聞きの皆様、お元気でしょうか? I am Shun です。さあ、この番組は各週にわたって I am Shun がお届けするプログラム。さあ、今回で第4回目の放送です。Climax Radio Episode 4。スタートしていきたいと思います。さあ本日、5月23日は I am Shun がアビーチーに思いを込めた曲、Beautiful Melodies がリリースいたしました。さあ iTunes で配信中です、皆さんぜひチェックしてください。そして Beautiful Melodies の、お話は後ほどたくさんお話ししていきたいと思います。今日のラジオは、Beautiful Melodies 特集でお送りしていきたいと思います。そして後ほどアッシュも遊びに行きます。さあここから40分間 I am Shunシュンがお送りしていきます。最後までお付き合いよろしくお願いします。それではまず1曲お届けしたいと思います。 Alright, 最近お気に入りの曲です。聴いてください。 Tritonal featuring Riley Clemons Out of My Mind on Climax Radio. Let's go. I guess I'm going crazy. Loving you can get so lonely. Hard to get, it's just my type. If you want me, come and show meWhen you're in my heart, I'm out my mind. You're in my heart, I'm out my mind. When you're in my heart, I'm out my mind. When you're in my heart, I'm out my mind.さあお届けしている曲は Tritonal featuring Riley Clemons Out of My Mind、メロディーがとても攻撃的なんだけどすごく切なさもある、すごくかっこいいドロップになっております。皆さんぜひチェックしてください。 On Climax Radio まだまだ行きましょう。 Let's go! Baby, you love the attention. You want the control and you know itHaving the upper hand doesn't mean nothing if you ain't got no one to hold it. I don't know what you've been smoking. Don't mess with the laws of attraction. When you're in my heart, I'm out my mind. When it's good, it feels so good. And even when it's bad, it's still pretty amazing. It's pretty amazing. I know I should leave you for good, but I'm keeping you around. I guess I'm going crazy. I guess I'm going crazy. Loving you can get so lonely.Hard to get, it's just my type. If you want me, come and show me. When you're in my heart, I'm out my mind. You're in my heart, I'm out my mind.さあお届けした曲は Tritonal featuring Riley Clemons Out of My Mind。 さあそれでは今週も Climax Radio Episode 4楽しんでいきましょう。 Let's go!
さあ、アイアムシュンがお送りしているクライマックスラディオエピソード4。さあ、今週はまたアッシュが遊びに来てくれました。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。いや、今日はずっとですね、僕、はい、朝からアッシュといます。そうですね。しかも9時とか。そうだね。普段僕らが起きてない時間から集まり俺たちが寝る時間じゃん。本当にそう、9時半から、朝の9時半からアッシュと一緒です。うん、はい。そっからお昼一緒にご飯食べて、まだ朝マックだったもんね。そう、マック行ったけどさ。で、隣のスタバに入り、なんかすごいトークが、ね、そうだね、たくさんして、なんか OL のお昼ってこんな感じなんだみたいな感じの空気だったよ。俺ずっと喋ってたよね。そう、もう止まんなかった。止まんなかったね、うん、気づいたらあれどんぐらいいた。1時間2時間ぐらいいた。もう全然いた。プライベートなんか仕事とかじゃなくてゆっくりこう過ごすのって初めてだから新鮮でした。確かに新鮮だったね、うん、しかも天気良かったしね。天気良かった、すごい気持ちよかった。最高、うん、でスタバ行った後なんか洋服見ないみたいな感じで、うん、渋谷行って行って、で原宿行って女子館みたいな、女子館みたいなタピオカ飲んで飲んで女子館マジ女子のプランだよな。間違いない。うわ、そんな感じです。さあ、今週はアッシュも遊びに来てくれたので、40分間楽しいトークと、そしてダンスミュージックでお送りしていきたいと思います、はい、さあ、アッシュくん、はい、今日5月23日は何の日か分かりますか、はい。想像もつかないですね。想像もつかないよね。分からない。なんかちょっとウィキったら、はい、今日はなんとキスの日みたいですよ。おお、いいですね。理由が1946年に、はい、日本で初めてキスシーンが登場する映画、二十歳の青春っていう映画が封切りされたんだ。封切りね、うん、割と最近ね。そうっすね。だからそっからキスの日みたいですね。全然浸透してないね。誰も知らないでしょ。まあ、ということで今日、キスしたらキスの日なので。なるほど、皆さんぜひキスしてみてください。はい、お願いします。ということで、あと一個あって、おう、亀の日って、これも知らないでしょ。ちょっと皆さん知っといてください。アメリカン、うん、ワールド、はい、タートルデイ、うん、なんか2000年にできたみたいね。なんか亀について知って、うん、はい、亀に敬意を払って亀の生存と繁栄のための人間の手助けをする日。亀様に、亀様に、そう、はい、神様みたいに言った。でもそうそうそう、でもなんかそういうタートルデイっていうのが、はい、今日みたいですね。なるほど、おめでとうございます。おめでとうございます。一言か。でもカメって言ったら、はい、ウミガメって沖縄にいっぱいいて、はい、そう、僕最近沖縄行ってきたんですけど、あの里帰り、いいっすね。先週里帰って、はい、で毎日海行ってて、はい、ちょっと日焼けしたんだよな俺、はい、そうそうそう、ちょっと甥っ子と一緒に毎日ビーチ行ってたんだけど、いいな、もうめちゃめちゃ心が浄化されました。間違いないですよね。そうそう、でやっぱ沖縄もさ、ウミガメとか多いから、はい、なんかこういうタートルデイがあったらなんか嬉しいね、はい。確かに。ちょっと僕のカメの話していいですか。カメの話なんか、僕のカメの話していい。行っちゃう行っちゃう。僕のひいおじいちゃんは画家で、うん、でその画家のこう絵描く部屋の外はバルコニーになってるんですよね、うん、そこにカメが住んでたんですよ。え、本当に20センチぐらいの、俺ちっちゃい頃。何ガメ。多分緑ガメが育ちすぎたみたいな。あ、そう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 。え、でも緑ガメって水槽にいない。なんか壺に水溜まってて。ああ、そういうことね。そこに住んでて、はいはい、でね、小学生ぐらいまで見てたんだけど、うん、いなくなってて、気づいたら、うん、多分ね、カラスに持ってかれた。嘘でしょ。本当にある日いなくなっちゃったんだよね。すごいショックだったんだよね。マジで、それはちょっとあの、僕世界平和のタートルデーの話した後に、だからそういうことが二度と起きないように。あ、そういうことね。今日から皆さん中で飼えよ。間違いない。もう俺飼い主じゃない。でも俺もカメの話一個あって、はい、あるんだ。そうそう、俺小学校の頃、あの、生き物係だったの。おお、マジで、はい、で生き物の係で、だからなんかクラスでなんか動物というか、そういう水槽に入れるなんか魚を飼おうみたいな感じになって、なんか俺が選んでいいみたいな感じになって、俺なんかカメ飼ったの、緑ガメ。
魚じゃないの、あ、水槽か。で先生に魚じゃないじゃんって怒られて、亀だったんだけど、はいはい、亀買ってって、で俺がクラス上になってもその亀は育つじゃん、はいはいはい、俺が生き物係じゃなくなってもこの亀はこの小学校でずっと飼われてって、うんはい、とある日に大人になって学校行ったら、うん、その亀めっちゃでかくているの。なるほどね、なんかでかくなるんだ。その亀か分かんないけど、きっと俺は、うん、俺が買ったあの亀だろうなと思ってる。分かんないね。そうそう、分かんないけど違ったらすごいね。分かんないけど緑亀がいたのよ、でっかい。俺が買った時は本当なんだろう、あのお祭りでいうぐらい 6、7センチぐらいのちっちゃい緑亀だったんだけど、俺が高校生ぐらいになってその小学校に戻って見に行ったら、うん、職員室の前にでっかい水槽があって、そこに20センチぐらいの亀がいたの、緑亀。多分俺が買った亀だろうなって思って見てたんだけど、感慨深いね、成長したの。おー、なんか嬉しくなって、うん、そういう話もありました。なるほど、はい、まあ、ということで、はい、亀の話は置いといてですね、はい、まあ、沖縄にも行ってきたんですが、まあ、はい、旅行っていいね。旅行いいっすよね。あ、なんかふるさとに帰るってやっぱ心温まるなと思いました、うん、ちょっとインスタグラムにアップしたんだけど、うん、甥っ子と一緒に写真撮った写真があるんだけど、はい、夕日をバックに 海で甥っ子と見つめ合って写真撮ったんだけど、うん、いいっすよ。なんかああいうの癒されるね。癒される、うん、心本当に浄化された、ね、見てたファンの人もね、うん、みんな癒されてくれたんじゃないかなと。はい、なんかありますか、なんか癒し。癒し、うん、なんか俺ね、うん、あのおばあちゃんの部屋でウーパールーパー買ってるんですよ。今今嘘でしょ、本当に。これはね、あんた出てくるね。どんどん行きますよ。あのドンキホーテ行ったんですよね、ある日、うん、俺19歳ぐらいの時かな、うん、したらなんか蓋閉められてて、うん、酸素入ってこないようになってて、うん、あの15センチぐらいの瓶に詰まってて、うん、で息できないじゃん、うん、1000円ぐらいで売ってて、うん、かわいそうだなと思って、一番死にかけてたやつ買って、うん、急いで帰って、うん、そうしたらまだ生きてる。でそれも買った時6、7センチだったのに、もう今おばあちゃんの部屋で育ちまくって。結構でかいでしょ、うん、もう20センチぐらい、その亀と同じぐらいになってて、おばあちゃんがもう気持ち悪い気持ち悪いっつってで、ウーパールーパーのためだけにうちはもうずっと冷房か暖房か、すごい ね、 ね、弱いんだよね。弱いんだよね、うん、あの温度に。そう、温度調整できないんだよね自分。それがまた可愛いでしょ。あれちょっと好きだけどね、俺ウーパールーパーね。俺も昔買ってたよ。ほんと？っていうかさ、その息かん、なんだろう、蓋に入ってたんでしょ、うん、何匹だもん、そこに。え、20匹ぐらいウーパールーパーの奴隷がそのさ、蓋に全部みんな入ってたんでしょ、うん、酸素なくて。そう、みんなっていうかその個別ね、一人一匹そう、すごくかわいそう。じゃあみんな息できないじゃん。みんなギリギリで生きてるから。ギリギリでそんなことあったんですね、うん、いやでも面白いね、まあ、生き物は大切にしましょう。ということで本日5月23日は、はい、タートルデイです、亀の日です。はい、さあそれではここで曲をお届けしたいと思います。聴いてください。 Danik and Teamworks NRG と書いて NRG、 聴いてください。 Drop it on Climax Radio. Let's go. さあお送りした曲は Danik and Teamworks NRG と書いて NRG と読みます。
やっぱチームワークスすごくいいですね、刻みのドロップがかっこいいです。今週の DJ でドロップしたいと思います。 Thank you。 さあ続いてお送りする曲は Avicii Without You Autonose Remix。 Let's go。 You said that we would always beWithout you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes, you'd tell me you won't be there.した曲は Avicii Without You Auto Knows Remix でした。Alright, next song is Avicii。 またもや Avicii の曲です。聴いてください。 Sunset Jesus on Climax Radio。 Trying to set myself up for the winSome people got a dream that's so much bigger than the town they're in. So give me love, give me love, give me peace of mind. I know that there's enough to a start and I need a little help with mine. California, don't let me down. Seems so goldenさあ、クライマックスラジオエピソード4、I am Shun がお送りしております。今日はアッシュも遊びに来てます。はい、わさわさ。さあ、ということで本日5月23日水曜日は、I am Shun の新曲 Beautiful Melodies 配信スタートしました。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、この曲は先月亡くなった、ダンスミュージック界のトップ DJ アビーチに向けた向けて書いた曲です。うん、初めて彼の曲を聴いた時のことを思い出しながら、歌詞を書きました。そしてたくさんの方に聴いてもらえるとすごく嬉しいです。そしてこの曲のアコースティックギターは、今日来てくれた
アッシュにも、はい、参加してもらいました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。アコースティックギター弾いてもらいましたね、はい、そうですね。結構早くできたよねこの曲ね。うん、でもね曲がいいからね。なんかしかもアッシュがギター弾いた時って、はい、まださ全ドラムとピアノとベースしか入ってなかったじゃん。そう、結構シンプルな段階で、うん、俺だってメロディー作ってなかったもん。歌詞もまだ歌詞は書いてたんだけどメロディー入れてなかったもん ね。でまだ楽器だけの状態 でアッシュ来てギター弾いてくれて、であまりにもギターフィットしてよかったから、うん、俺そこでメロディー作らんかった。すぐそうだね。だってもうすぐだった。本当に、うん、本当にすぐだった。やべ来た来た来た、ちょっと俺歌うわ、ちょっとリビングで待っててみたいな。そう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 、テレビ見て、アッシュテレビ見て、アッシュテレビ見て。そうそう1時間ぐらいちょっと仮ボーカル俺撮って、うん、ですっごいなんだ自分の中で満足したの撮れたから、うん、アッシュ来てーっつって、そう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 、すごい勢いでこう来たの。アッシュ来てーって言ったらアッシュインスタライブやってたし、アッシュ来てーっつって来て聞かしてめっちゃハマったよね、うん、めっちゃ良かったね。で歌詞もそれに合わせて、うん、書いてめちゃめちゃ、満足いってる作品になりました。でやっぱ、はい、なんかスラスラ書けたのもやっぱ思いがすごくあったから、ね、多分すぐなんだろう歌詞も書けたのかなと思いました、うん、やっぱなんか本当2日3日とかでできた曲なんで、うん、なんかやっぱ そんぐらい思いがあったのかなと僕の中でも思います。やっぱアビーチーからもらったものがたくさんあるので、はい、なんかその思いをなんかインスタになんだろう文章で書くよりも、うん、なんかこの文章を自分の言葉をなんか歌詞にしたい、うん、歌詞でなんか表現したいなと思ったので、はい、曲にしました、すごく、素敵な、はい、ソングライターそして DJ サウンドプロデューサーのアビーチがこの世からいなくなったので、ライブもね見れなくなって、うん、新しい新曲も聴けなくなったんだけど、まあ、今まで出した曲を大事に聴いていこうかなと思っています、はい、本当にありがとうございます、そんな思いを込めて作った曲です、皆さんにもたくさんの方に聴いてもらえたら嬉しいです、僕がアビチに対する思いがたくさん詰まってる曲です、ぜひ聴いてください。それでは1曲お届けしたいと思います。本日5月23日水曜日、iTunes から配信した、僕の新曲聴いてください。 I am Shun で Beautiful Melodies Dear Avicii on Climax Radio。 Was different than usual. All of a sudden, Instagram feed was covered with you. I didn't know I was addicted to you. Somebody wake me up, I can't believe this is real. Oh, I can still remember when I heard your first song. It was like all the music, textbook was rewritten. Oh, this music, chill, I used to know was overturned. Hey Tim, your life mark in my life. Oh, you will inspire me. Oh, and millions of others. Oh, be after your door. Thank you for all of your beautiful melodies. さあお届けしている曲は本日リリースした I am Shun のニューシングル Beautiful Melodies。Las Vegas was my first choice song.
You on your way to the DJ booth, surrounded by VIP with staff and security. You look tired, but you put a smile on my face. Oh, but you still remind me how to have fun at the club. I was overwhelmed and feeling so high. I'm sad I can't hear your new songs anymore. Oh, maybe you're talking to Michael Jackson right now. Oh, you will inspire me. Tell you gone, going on a train, headphones on, listening to my favorite song. Dear boy, wake me up, love us, I could be the one. I can choose. Thank you for all of your beautiful melodies. さあ、お送りした曲は本日5月23日水曜日配信スタートした、I am Shun 僕のニューシングル Beautiful Melodies でした、皆さんに、たくさんの方に聴いていただけると嬉しいです。ぜひチェックしてください。さあ、 I am Shun がお送りしています Climax Radio Episode 4。 さあ、足も来ております。はい、まだまだ足もいます。さあ、ここからは I am Shun ライブインフォメーションを紹介していきたいと思います。今週ですね、25日金曜日は札幌リビエラで開催されるアトム札幌に出演します。一緒に出演する、レジデント DJ 大志ダンス、そして DJ トラ、そしてゲススペシャルゲスト DJ DJ コモリス、大志さんとトラさん、コモリさんと一緒に出演します。そして26日土曜日はウームで開催される、渋谷ウームで開催される、イベントに出演します。こちらは、M フローのタク高橋、そしてエグザイル DJ マキダイ、そしてアイアムシュンサイバージャパンダンサーズ、いろんな方が出演しますので、ぜひ26日土曜日はウームに遊びに来てください。そして6月2日、初めて行きます茨城のクラブマーズに出演します。初めて茨城のクラブ行くんで、すごい楽しみです。はい、さあ続いて6月16日、グアムで開催されるエレクトリックアイランドフェスティバル、EIF グアム2018に、DJ トラさんと出演します。おめでとうございます。海外のパワーもらって、パワーアップして帰ってきますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。結構インスタグラムやツイッターでも、現地の情報をアップしていきますので、引き続き、チェックしてください。よろしくお願いします。はい、ということでライブ満載なんですが、アッシュは海外行って楽しかったことありますか？楽しかったことしかない。
もうそりゃそうだわ。最近行ってたよね、LA ね。うん、去年行って、まあ、本当に飛行機のチケットだけ取って、うん、もう宿とかも何も決まってないで行ってきた。おお、なるほどね。弾丸。弾丸。めっちゃ弾丸だね。死ななければ帰ってくるからね。あってことは大丈夫だね。確かにね。うん、ってことで行ってきたかな。何してたの、ずっと。もう毎日夜中3時までずっと。そのいろんなとこ行って遊んで、あ、結構ライブハウス回ってたよね。回ってた。そう、2日目に、ね、ほぼほぼ LA のライブハウス回ったんじゃない。いや、そんな回って、結構同じところに出入りしてコミュニティをこう増やしてたかな。あ、でも何かしら演奏はしてたし、うん、どうだった、すごい気分、もう最、もう楽しい、うん、もうそれ、うん、そこでミュージシャンと仲良くなったの。なりました。いや、2日目に、うん、なんかあのスカイラウンジっていうビーチのとこに演奏を見に行って、はいはい、したら運よく演奏できることになって、へえ、で、お前弾いちゃいないよみたいな、ほぼいいんだみたいな、で弾くってなって、とりあえずステージ上がったんだ、曲知らないわけよ。でもキーだけ、キーも言われないしお客さんもめっちゃいるから、でギター渡されて、でも急にさ、アジアのね男の子来て、みんな、なんだ大丈夫かみたいな、うん、でも曲始まってて、うん、でも、もうなんか音で分かるから、はいはいはい、キーね、うん、で探して、あ、ここかっつって普通に弾いてて、で、はい、ギターソロみたいな、おお来ちゃったと思ってでも、まあ、できる限りさ、ほう、もう超楽しかったから、思いっきり弾いて終わって、うん、でもすごい、なんだろう、ロックした、ロックした。で、喜んでくれて、お客さんからもうわーってなって、もうすごいやっぱ気持ちよかった。で、後で何の曲だったのって聞いたら、スヌープドッグだった。もう分かんない、分かんない。アレンジされすぎて分かんないから、そう。アレンジの癖が濃かった。癖がすごい。スヌープドッグの曲でスヌープドッグいねえと成り立たない。そう。バンドだったの。なんだろうなと思いながらずっとやってた。ああ、面白いね。だ、最初さ、見た目、アッシュの見た目でさ、うん、こいつ弾けるのかなみたいな感じで思われてたけどさ、ね、その弾いたらさ、うん、みんなサプライズだったんじゃない。そうだね、結構みんなびっくりしてた。すごいいっぱい話しかけてきてくれて、そこでよく分かってないけど、うん、自分にその時できることをやることによってつながった、ね、広がりとかコミュニティもあるから、確かにね、やっぱね、なんか安全なところでいるより、やっぱそうやってこうどんどん出てったら面白いことあるなと思って、はい、そうですね、うん、まあ行動した結果ですね。そういうことですね。だから教会でもやってたもんね。教会でもやった。それもなんかラスベガスで事故っちゃって、ブラジルのギタリストが、お前弾けよみたいな、でも超イージーだから大丈夫だよとか言って3曲渡されて夜中の3時ぐらいに帰って、うん、で朝7時にコンプトンっていうギャングの街があって、コンプトンね、そうストレートアウトコンプトンとか、うん、まあ、だからそれこそね、そういう有名なラッパーとかの地元の超治安悪いところ、ね、アイスキューブじゃん、それこそ。そう4時間後までに車で1時間かけて3曲覚えていけみたいな、うん、で言われて、もう一番早く行って緊張して、で3曲なんとか覚えてしたらね、その曲やらないんだよ超適当なの知らないじゃんみたいな、でもこの3曲だけやっとけば大丈夫だよみたいな言ってるのに、オッケーオッケーとか言ったら知らないし、で知らない曲どんどん始まるわけで、なんかあっちのこの手のさ、このポーズっていうか、こうチョキとか、うん、そういうあるね、いろいろ、うん、それでじゃあこのあと半音上がるとか、うん、あと何回繰り返すとか、うん、もう分かってるわけみんなは、うん、俺初めてじゃん、うん、知らないじゃん、うん、俺しかいない日本人、うん、外人俺しかいない、うん、みんな黒人300人ぐらいいるね、うん、なんか映画とかでさ、うん、見慣れてるけど外人ね、はいはい、外人さん、うん、だけど実際自分以外黒人って300人ぐらいいるって結構すごいんだってでかいし、圧迫が、そうで、言葉もさ、その時はまあもうだいぶわかるけど、うん、まあでも 100% ではないから、うん、でまだ曲知らないしでもね、音楽ってすごいなと思った、うん、だって話せなくたって、うん、多少話せるけど、うん、そこまでディープなとこまでコミュニケーション取れなくても、うん、一緒に演奏して楽しいってなって仲良くなれちゃうんだもんね。あ、確かに、うん、だ、そういう面ですごいいい経験だった。つながったのね。つながりました。言葉なんていらねえと。いらねえな、いるんだけどね、いるんだけど演奏っていう面に関して、その音楽っていう中ではいらなかったぐらいの、うん、でも最終的に、うん、渡された曲は1曲もやんなかったの。
いやな、まあ、やったこともあったけど、うん、なんかね、ほん、長いんだよ。7時間ぐらい弾くわけ。え ?7 時間。7時間朝7時から6時間か、うん、?2 時までだから、7時間でね。7時間そう。ずっと、まあ、1回、15分休憩が3回入って、やるんですよ。すごいね。で、みんな、アーメンとか、ジーザスとか、ハレルーヤーって言って、その横で、その、何、すごいこう、歌ってるところのバックの演奏のお仕事なんだけど、へー。そうやるわけ。すごいね、7時間って。7時間知らない曲弾いたことあります？7時間知らない曲弾けない。もうね、頭フル回転。絶対弾けない、うん、あの3時間前と同じリフ弾いてそう。確かにね。なんとか、ね、まあ、こなせたのか分かんないけど、すごいじゃん。すごいいい経験になりました。超強くなった気分だった。確かにドラムとかだったらできるかもしれないけどさ、うん、ギターはちょっと大変じゃないかな、はいはい、すごい素晴らしい。でもね、すごいやっぱ楽しかった、刺激的で。あ、いいね、うん、じゃあ それで成長して、うん、ギター帰ってきたってことよね。そういうことですね。そのギター成長して帰ってきて、アッシュも、はい、先月リリースした曲があります、はい、アッシュ名義で初めての新曲です。アローンリリースしましたね、はい、じゃあその、ちょっとレベルアップしたギターの後に作った曲なんだね、はい、そういうことです。これはね、じゃあ続いての曲、アッシュのアローン聴いてもらいましょうか。お願いします。 Alright、 曲紹介よろしくお願いします、はい、じゃあアッシュのデビューシングルアローン、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。どうぞ。If you could just stay with me 君のいない世界なんて僕には考えられないのに Holding it 取れるならそばにおいでよ Spend the time with you Holding me 時が過ぎる I think about you all that time Stay with me Why did you leave me alone? I just wanna knowWish I could stay by your side forever. Why did you leave me alone? So tell me what should I do? Oh, it's too late. By your side forever. Why did you leave me alone?
さあ、I am Shun がお送りしています Climax Radio Episode 4。先ほどお送りした曲は Ash デビューシングル Alone でした。さあ、続いてお届けするのは僕も大好きギャランティスのニューシングル、聞いてください Spaceship featuring Affy。 Let's go。 You got to kinda know how this thing can be new places。 I found a spaceship。 Got to kinda know how this thing can be new places。 お届けしている曲はギャランティスのニューシングルです。 Spaceship featuring Affy。 さあ、ギャランティスは、ライブで太鼓叩いたり、電子ドラムを叩いたりするパフォーマンスが特徴的な、2人組 DJ、すごくアルバムもかっこよくて、メロディアスでキャッチーな楽曲が多い DJ でございます。で、今回フューチャリングしているAffy、1987年生まれで30歳なんですが、すごく、特徴ある声です。アメリカ合衆国で生まれて香港で育ったみたいです。で、現在パリをベースに活動しているミュージシャンAffy。すごく最近僕も注目している、シンガーの一人です。すごく声も、可愛らしいんですが、どこがかっこよさがある、すごい特徴的な声が、すごいいいですね。なんかアーティストネームのAffyはフランス語で卵っていう意味みたいですね。Affyって卵って意味なんだね。じゃあラーメン屋行ってアッフィーくださいって言ったら卵くださいって言ってるような感じなんですかね。面白いですね。 Alright、 そう、じゃあ聴いていただいた曲は、アッフィーがフィーチャリングしているギャランティスのニューシングル Spaceship でした。 Thank you so much on Climax Radio。Yo, I am Shun がお送りしています Climax Radio Episode 4。 それではエンディングの時間でございます。デビッド・ゲッター and シアのニューシングル Flames Robin Schulz Remix を聞きながら、エンディングのコーナー行きたいと思います。さあ、エンディングのコーナーです。今週5月25日札幌行きます。久しぶりの札幌なので、チームアイアムの札幌の皆さん、ぜひ遊びに来てください。そう、今日発売のビューティフルメロディーズももちろん歌います。ちょっとリミックスも今制作しているので、クラブ用と、お昼のライブ用とでいろいろ分けながらライブパフォーマンスできたらなとも思っています。ぜひ5月25日、ビューティフルメロディーズも聴きに、札幌リビエラに遊びに来てください。よろしくお願いします。そしてその次の日、今週の土曜日ですね、5月26日久しぶりにウームに、ライブ出演します。あ、 DJ ですね、この日は、タク高橋さんと、DJ マキダイさんと一緒に、イベントに出演します。ぜひ遊びに来てください。僕は3時半からの出番です。3時半から4時半の1時間、最後のエンディングまでをやりますので、ぜひ遊びに来てください。もちろんビューティフルメロディーズも披露します。もしかしたらそこでリミックスも、披露するかもしれないので、ぜひ東京のチームアイムの皆さん、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。そしてその次の週は6月2日初めて茨城の、水戸クラブマーズに出演します。ちょっとこの日のDJ ライブ、初めての場所なのでちょっと緊張するんですが、ぜひたくさんの方に来てもらえたらなと思っております。お近くの方はぜひクラブマーズに遊びに来てください。その他詳細はですね、インスタグラム、ツイッター、そして僕 iamshun.com、新しいホームページが立ち上がりました。スケジュールもすごく見やすくなってると思いますので、ぜひ iamshun.com を検索してスケジュール
チェックして遊びに来てもらえたら嬉しいです。そして、今日発売になった Beautiful Melodies も皆さんぜひ iTunes でダウンロードしてください。よろしくお願いします。それでは最後は David Guetta & Sia Flames Robin Schulz Remix を聞きながらお別れです。来週のクライマックスラディオは来月6月13日、放送します。皆さんぜひお楽しみに、お相手はアイアムシュンとアッシュです。ありがとうございました。それじゃあ次回またお会いしましょう。クライマックスラディオ Thank you so much。 ありがとう、バイバイ。Presents Climax Radio.